皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。作者が自身の被爆体験をもとに書いた漫画、裸足の弦が、2023年度から広島市立の小学校、中学校、高等学校で行われている平和学習の教材から削除するとして話題になっていたわね。一昔前は夏休みになると、平和学習として、裸足の弦の上映会がよく開催されていたよな。それが平和教育の盛んな広島市で、平和学習の教材から削除されるなんて意外なんだぜ。裸足の弦に関しては、時代考証について誤った表現がされている部分があるとか、表現が過激すぎるとか、天皇に批判的な内容があるだとか否定的な意見もあったものね。確かに、裸足の弦の原爆投下当時のシーンを見てトラウマになったという昭和の少年少女は少なからずいるはずなんだぜ。でも大半の昭和世代は、子供の頃に学校で見たきりじゃないのかな。よし、じゃあ今回は、昭和世代なら一度は見た、裸足の弦についてゆっくり解説していくよ。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。裸足の弦は漫画家の中澤啓治さんが、自身の被爆体験をもとにして、1973年から1987年にかけて書いた漫画で、条文社などから全10巻が発売されているんだよ。裸足の弦って昭和50年から書かれた漫画だったのか、もっと古くからある漫画だとばかり思っていたんだぜ。それじゃあ年金をもらうような世代の人たちの中には、学校で裸足の弦を見たことがない人たちもたくさんいるわけだな。初めて単行本が出たのが1975年、実写映画化されたのが1976年、アニメ化されたのは1983年のことだから、年金世代どころか、50代の人の中にも学校で裸足の弦を見たことがない人がいるんじゃないかしら。それに1987年まで14年も連載されていたというのにも驚いたんだぜ。でも単行本にして全10巻ということは、何度か分断期間があって計14年連載が続いたというわけだな。そういうことだね。最初に、裸足の弦が連載されたのは、週刊少年ジャンプで、1973年第25号から1974年第39号にかけて連載されたんだよ。ええ。裸足の弦って、週刊少年ジャンプの連載作品だったのか。他には、マジンガー Z、や、ド根性ガエル、が連載されている時期じゃないか、全然、経路が違うんだぜ。この、週刊少年ジャンプ、に連載されていた第一部では、原爆投下前後から終戦直後の悲惨な状況が描かれているのよね。昭和世代の記憶に残っているのはこの第一部だよな。裸足の弦、は作者の被爆体験を元にしていると言っていたけど、原作漫画と同じように、作者のご家族も犠牲になられているのか。作者の中澤啓治さんは1939年に四男一女の5人兄弟の4番目の子として生まれ、裸足の弦に描かれている通り、父と姉、弟の家族3人を亡くしているんだよ。思い出すのも辛いだろうに、それを漫画にするなんてすごい覚悟なんだぜ。裸足の弦と同じように、倒壊した家の下敷きとなって亡くなられたそうで、漫画の中では弟のシンジは弦からもらった模型の軍艦を抱いたまま焼死し、父は家族を見捨てることをためらう弦に対して、強く生きることを悟しながら焼死したとなっていたわね。あう、冒頭からトラウマ確定の悲惨な展開だけど、作者の実話だと思うと余計に辛くなるんだぜ。5人兄弟ということはお母さんと2人のお兄さんは助かったわけだな。そうだね。長男は軍隊にいて、次男は集団疎開先にいて難を逃れたものの、母は2階のベランダで洗濯物を干していた最中で、屋根の陰に入っていたために熱線を浴びず、風圧で吹き飛ばされたものの家屋の下敷きにならずに助かったんだよね。主人公の弦はどうなったんだ？主人公の弦は、原爆投下の際に偶然建物の塀の陰に入っていたために、熱線の直撃を受けずに奇跡的に助かったのよね。でも主人公の弦もお母さんも、命は助かったものの被爆したわけだな。この原爆投下の部分の描写はかなり過激で、昭和世代の少年少女の心にも強く焼き付いているはずなんだぜ。そうだね。一瞬で灰と化した広島の街、全身の皮が焼け剥がれた姿でうめいている人々、目の前で家の下敷きとなり、助けることも叶わずに火災に巻き込まれ焼け死んでいく家族、全身大やけどの青年が血を吐き血便を垂らし、
大量の蛆にたかられているシーンなど、思わず目を背けたくなる凄惨なシーンが繰り広げられたのよね。でもこれは SF 映画でもホラー映画でもなく、実際に今から80年近く前にこの日本で起きたことなんだよな。作者も含めて、実際に目の前で体験した人たちは、漫画とは比べ物にならない凄惨な現場を目撃しているはずなんだぜ。ゲンの母、キミエは当時妊娠していて、目の前で夫と息子二人を亡くしたショックで反狂乱となっているところを、主人公の中岡家の隣に住んでいた朝鮮人の僕に悟されて、ゲンと一緒に避難するんだけど、そのショックで女の子を出産するのよね。あう、ゲン爆投下の日に生まれるとは、なんて数奇な運命なんだ。え、これも作者の実話なのか。これも実話で、作者には原爆投下直後に生まれた妹がいたのよね。妹がいたということは、その生まれたばかりの妹さんもお亡くなりになられたのか。はだしのゲンでは、この生まれた女の子には友達がたくさんできるようにとの願いを込めて、とも子という名前が付けられたのよね。中岡家や孤児たち、そして原爆スラムの人たちの希望として大切にされるんだけど、栄養失調と原爆症に苦しみ、十分な治療も受けられないまま他界しちゃうのよね。あう、これも実話なんだよな。モデルとなった妹さんは、4ヶ月後の12月に栄養失調で亡くなっているそうだよ。せめてこの部分だけでもフィクションだと言ってほしいんだぜ。この、週刊少年ジャンプに連載されていた第1部では、自らも原爆症を発症し、髪の毛がすべて抜け落ちて坊主頭になったゲンの姿や、死んだ弟のシンジにより2つの戦争孤児、近藤雄太との出会い、ピカドンの毒が移る、と家族からも見放された画家を目指す青年、吉田正治との出会いと別れなども描かれていたわね。原爆投下直後の広島では、新型爆弾の内容もわからず、原爆症は伝染性の病気だと思われていたんだな。この第一部では妹の死を乗り越えたゲンが、父の言葉を思い出し、失望と絶望の淵から生きる希望を見出そうとするあたりで、次へと続いていたわね。昭和世代が学校で学んだ、はだしのゲンは、原爆の悲惨さを伝えた、この原爆投下直後の物語なんだぜ。その続きなんて大半の人が知らないんじゃないのか。週刊少年ジャンプ、連載後期はオイルショックの紙不足によって、ジャンプ、全体のページ数が減らされることになり、はだしのゲンはたびたび救済を余儀なくされたそうだよ。はだしのゲンは確かに意義のある作品だけど、週刊少年ジャンプは少年向けの漫画娯楽雑誌だからな、こんなシリアスな漫画は、あまり人気がなかったんじゃないのか。週刊少年ジャンプ、連載時の人気は決して高いとは言えず、当初は集英社も単行本の発刊を見送ったみたいだわね。結局、1974年第39号で連載を終えた後、1975年からは左派系のオピニオン雑誌、市民、1975年9月号から1976年8月号まで連載されることになったのよね。今度は漫画雑誌ではなく、ちょっと左寄りの思想系雑誌に連載されることになったんだな。この、市民、で、はだしのゲン、の前後編を第11話まで掲載したんだけど、肝心の、市民、が休刊となったために、今度は日本共産党系の総合雑誌、文化評論、に連載の場を移し、1977年7月号から1980年3月号にかけて掲載されたんだよね。あう、はだしのゲン、は戦後編以降は思想系の雑誌に連載されていたんだな。ひょっとしてプロパガンダとして利用されていたんじゃないだろうな。確かに日本共産党は核兵器の全面的な禁止を訴える立場を取っていたから、はだしのゲンの連載はその格好の宣伝材料となったんだよね。この、文化評論、では母、キミエの最後などを描いた激動編全26話が掲載されたんだけど、なぜか次の自立編の第6話で、突然打ち切られることになるのよね。何か共産党の意向に合わないような表現でもあったのかな。そして今度はその自立編の続きが、日教祖の機関誌、教育評論、で1982年4月号から1987年2月号まで連載されることになるんだよね。あう、共産党の次は日教祖。あ、それで全国の学校で、はだしのゲンが取り上げられることになったわけか。いいところに気がついたわね。学校への漫画持ち込みを禁止する学校が多い中、はだしのゲンは日教祖の機関誌連載作品ということもあって、
日教組に加盟する教師たちは、裸足の弦に限って認めるところが多かったのよね。その結果、裸足の弦は学校で堂々と読める唯一の漫画となり、1980年代の子供たちの間に急速に広まっていったのよね。昭和の頃の日教組の力といったら、今とは比べ物にならないくらい強かったからな。日教組の言うことは聞いても、校長や教頭の言うことは聞かない左向け左の教師が5万といたんだぜ。よく考えたら、週刊少年ジャンプに連載していた漫画が、学校の図書館に置いてあったっていうのも、確かに変だよな。そんなまるで学校推薦図書のように扱われ、平和学習の定番教材だった、裸足の弦も、時代とともに問題点や批判が指摘されるようになり、学校の図書館でも閲覧制限が加えられるところも出てきたのよね。それは漫画の表現が残酷すぎるということが原因なのか。2012年8月には松江市で、裸足の弦、銃刊に中国人の首を面白がって切り落とした、妊婦の腹を切り裂いて中の赤ん坊を引っ張り出した、などといった記述が、証拠資料もなしに羅列してあり、子供たちに間違った歴史認識を植え付けるとした陳情があり、その後、結局この銃刊は、描写が過激、として本棚に置かずに倉庫に収める閉鎖措置をするように教育委員会が要請するという出来事が起きているわね。昭和の頃なら日教組がすぐに激怒して反対しそうな事案だけど、すんなり学校側も要請に応じたわけだな。2011年には性的な描写が過激というクレームから、鳥取市立中央図書館でも閉鎖措置が取られ、2013年には大阪の泉佐野市で、キチガイ、古事記、文編、などの差別的表現が多いとの市長の指摘から、一時、回収措置が取られるという事案も起きているわね。昭和の頃は原爆反対の啓蒙書のように扱われてきた、裸足の弦も、随分と扱いが変わってきたんだな。作者の中沢啓治さんによれば、裸足の弦は反戦漫画として描きたかったのではなく、生きること、への肯定の意味を込めた人間愛をテーマにして描いたということだったわね。原爆を実際に体験した世代が少なくなる中、悲惨な歴史を繰り返さないためにも、良い部分は老化して後世の人たちにも見てほしいもんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。